はい、こんにちは。不動産の目で今の世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント IPA 鈴木です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日頑張って発信しております。今回の動画はローカルグルメネタ。舞台は千葉県松戸になります。松戸といえば東京23区に隣接する首都圏のベッドタウン。 ドラッグストアの松本清や世界のマブチモーターを生んだ町としても知られています。宇宙飛行士の山崎直子さんとか、俳優の安倍貞夫さんなど、すごい人材を輩出している町でもあります。その松戸は今、グルメがすごいんです。 松戸グルメが東京駅界隈の人気を独占していると言っても過言ではありません。まず、丸の内切手の地下1階に松戸が生んだ日本一のラーメンとの呼び声高い富田。正式名称は松戸富田メンバー。 が出店していて、切ってない飲食店の人気トップと呼ばれています。その隣の東京駅構内、駅中飲食店街のグランスタ地下1階では、これまた松戸が生んだベーカリーの王者と言われるツョップが出店して、カレーパンを出していますが、これまたすごい人気なんです。なぜ故に松戸のグルメはここまで人々を魅了するのでしょうか。 その秘密を探るには現地に行くしかないですね。今日本はコロナの影響か。都内では5月11日に解除予定だった緊急事態宣言が月末まで延長されましたが、その翌日5月12日にまず東京駅界隈に行ってみました。午後6時台、グランスタ界隈ではまあまあ人通りが多く、スョップのカレーパンにも行列ができていました。 カレーパン立ち食い、歩き食いもできるし、近くに椅子が並べてあるイートインコーナーで食べられますから、なおいいですね。カレーパンは300円です。表面がカリカリ焼けてて美味しいです。ただ、すみません。 私は食い方がむっちゃくちゃ汚いんで、カレーパン食ってる姿をお見せすることはできません。写真だけでご勘弁くださいね。次に、隣の切手に行ってみましたが、こちらは飲食店がすべてお休みで,でした。残念。富田のつけ麺を食べるためには、松戸まで行かなきゃならないようです。千葉県は緊急事態宣言も出ておらず、富田も無事営業していることでしょう。 ということで、翌朝5月13日、松戸に向けて旅立ちました。JR 松戸駅東口から富田まで歩いて3、4分といったところです。同じ通りに富田系列のお店が2軒あります。まず、元祖の中華そば富田と姉妹店の松戸富田食堂です。連日すごい行列ができてて、まさに富田ストリート。 になっています。いずれも午前11時の開店でまず中華そば富田に行ったところ予約のないお客さんが食べられるのは最速で14時50分と言われましたつまり3時間50分待ちですラーメン屋などでもはや高級料亭みたいですねただすぐそばの松戸富田食堂なら予約なしで食べられると聞いて早速行きました ラーメン屋にすすれば結構大きい店です入店は11時5分ごろつまり開店5分後でしたがすでに半分ぐらい座席が埋まっていましたまずは券売機で注文しますせっかく都内から来たので特製つけ麺1280円の普通盛りを注文数あるラーメンの中でこれが最高額メニューでした待ってる間は名物つけ麺の原材料とか サイドメニューとかを見て遊んでいました10分ほどしてついに出てきたのがこれです。とにかく麺のコシが半端なかったですね。グルテンたっぷりの粉を強い力でがっつり手打ちしてこれを食ったらがっつり腹にたまるぜみたいな力強さ。みんなこれに魅了されるんですよね。麺は厚盛りじゃなくて冷たい状態で出てきます。漬け汁のの方方はは熱々で出てきてき味の方は基本が 魚介ベース。でもいろんなエキスが混じり合った複雑な味で、冷たい麺と混じるとちょうど良い温度になって、とても美味しかったです。食べ終わったのは11時27分ですが、その時はすでに満席で、外に行列ができていました。松戸駅東口には富田系列だけでなく、 とにかくという名店もあります。こちらも魚介系のスープで、つけ麺も食べられますが、お汁のラーメンの方が有名です。11時半にはすでに行列ができていて、南の富田、北のとにかくみたいな群雄割拠状態になってて、松戸のラーメンシーン熱いぜと思いました。松戸駅から常磐観光線に乗って柏方面に向かって、4駅目が北小金です。 常磐観光船は千代田線に直通しているものの東京近郊にしてはお世辞にも便利な路線ではありません朝夕のラッシュ時はともかく日中は12分に1本しか電車が来ないので不人気路線なんですねその路線で鈍行しか止まらない駅が北小金沿線では松戸市最北端の駅で柏の方がむしろ近い 駅前にイーオンがありますけど、基本は静かな郊外の駅です。その北小金駅から小金原団地循環のバスに乗って10分ほど揺られた住宅街の中に、パン好きの聖地と呼ばれる名店、ツオップがあります。不便な場所なのに、都内からもパン好きが押し寄せる有名店で、いつも行列ができています。今回も、 平日のお昼過ぎで、かつ小雨も降るような天気なのに、ソップの前では老若男女が行列を作っていました。私も列に並びました。民家を改装したと思われるソップは、パン焼き小屋バックステューベソップと、パンをメインとするレストランルーエプラッツソップの2店舗があって、どちらもすごい人気です。パン焼き小屋ソップの方に入ると、店内はこんな感じです。 200種類以上のパンが常に置いてあります。ショップはカレーパンだけじゃないですから、ぜひ松戸に来て買ってみてくださいね。私は今回、ビスケットとバナナケーキ、チョコメロンパンとドイツ風チーズパンを買って、バスと電車を乗り継いで都内へ帰りました。松戸は知られざるパンどころです。ショップのほか、新京成線の常盤平駅の近くに、サフランとサンマルクという パンの有名店が2つ並んで競争しています。サフランはお店の面積がトップの数倍あってすごいバラエティのパンが買えます。対するサンマルクはパンをメインとするレストランで勝負という感じでうまく住み分けができているようです。最後に、時は平の次の駅。 五香駅の近くに千葉県を代表する名家ピーナッツサブレをはじめ多彩な焼き菓子を作っている名店富井があります正式な店名はピーナッツサブレ本舗富井ですので看板商品が店名になっているわけですね素晴らしいわかりやすいお菓子なのでえ気合を入れたお土産は大抵ピーナッツサブレの大きなやつを買っております 私は松戸の隣町、柏の出身です。幼い頃から松戸は自分の庭みたいなもので、今回紹介したお店の他にもいろんなお店を知っておりますので、皆さんとも松戸柏エリアのグルメ話で盛り上がりたいと思います。ということで今回のお話を終わりにいたします。どうもありがとうございます。さようなら。